様にちょっと、インタビューを、させていただこうと思います、内容としてはですね、まずここの動きのコツ研究所、まあ、今リハビリ受けていただいてるんですけども、ここを知ったきっかけっていうのを教えていただければと思います。一応知り合いから紹介いただいて、それで、体験の形でスタートしました。はい、ありがとうございます。その時に、まあ特に困っていた症状っていうのはどういう症状がございましたでしょうか。やっぱり歩行にかなりな不安があったので、それをまあ矯正してもらおうと思って、歩くのにちょっと不安があって、まあなんとかそこを変えたいなというところ で、ね、はい、でこちらに来ていただいたという形ですかね、はい、で今回まあ体験コースから、受けていただいたんですけども、ここを申し込むまでに例えば何か悩んだりしたこととかあります？申し込むのどうしようかなとか思ったこととかありますか？私の場合は特にはそれはなかったんですがね、ただとにかくチャレンジかなと思って。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、動きのコツの、まあ、実際今リハビリを受けていただいてるんですけども、はい、まあ、受けた感想ですね、どんな感じかっていうのを教えていただければと思います。先生の言われる、一軸が自分では思考できる範囲を完璧に超えてるんで、そういう意味ではなんか違う世界を見てるような感じでね、はい、そういう意味では今まで受けてきた、まあ、15年、16年ぐらいのリハビリと、はい、まあ、どういうところが具体的に違うとかってございますか？そうですね、あの今やられてる場合やり方と今までの部分は、あの自動的っていうのと多動的と見分けたら、今までのは人の介助で多動的って感じの動きが多かったんですが、いわゆる自分でインプットさせてやっていけというような形のパターン の流れがかなり多いんで、自分的には納得しているパターンですかね。ありがとうございます。今までまあリハビリ受けていただいて、うん、生活でこんなところちょっとやりやすくなったとか、ここがちょっと変わったなというところがあれば教えていただきたいんですけども、はい、結局受けてみて、なんだろう、気づかないことばかりが逆に気づかされて、あ、こういうふうに動かしていくんだということのパターンがかなり多くあるというので、それにはびっくりしましたね。今実際、初め、まあ、歩くのがかなり不安定でというところがあったんですけども、歩きに関しては今はどうですかね。自分なりにはかなり目標ができたっていうんですかね。だからイメージが、今までイメージなんか しなかったんですが、教えてもらってることに、まあ、ちょっと理解度が上がったのかなと、そういう意味では目標ができたと、だから日常の生活でも動かせん力とかいうものはだん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 、まあ、呼び覚まされてるような感じかね。そういう意味ではちょっとずつ家の中での動きとかも変わってる部分とかもありますか？ありますね。例えばどの辺がちょっとご自身では変わったかなっていうところ。例えばどうですね、動き替えるとか、はい、あるいはトイレに入ってる時の電気のスイッチの入れ方とか、はい、そういう細かい面、あるいは
食事の時のお椀が持てるとか、いろいろ細かいことが少しずつできてるっていう考えですね。そういう意味では初めよりもちょっとこうお椀が持ちやすくなったりとか、はい、ちょっと手伸ばしてボタンを押しやすくなってるっていうところは、明らかに違いますね。なるほど、ありがとうございます。で、まあ、今後今受けていただいてこの先、まあ、どうなっていきたいっていうのが希望ですね、展望、目標っていうのを教えていただければと思います。あと何年か分かんないけど、まあ自分らで旅行ができればなと思ってね、はい、それだけの行動範囲が広がれば、ということです。最後にですね、まだ来所していない方で同じ悩みを持っている、まあ、体を動かしにくいなとか同じ悩みを持っている方へメッセージがあればお願いしたいんですけども、そういう方が近くにいないので、だけど、まあ、とにかくチャレンジしかないかな。一回やってみて、やってみてね、っていうことですかね。体験せんと分からないことやからね。いや、自分の思考では全然追っつかないです。あ、自分で考えてても見つからないところが分かるから、一回そうそうやってみた方が、チャレンジしてみたらっていう感じですですよね。はい、ありがとうございます。今日インタビューさせていただいて、また僕たちも頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。